520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から39年となるのを前に、慰霊登山で使う杖に藤岡市の小学生が空の安全を祈るメッセージを書き込みました。もう二度とこのような事故が起こりませんように、安全に気をつけて登り帰ってきてください。日航ジャンボ機墜落事故の慰霊登山で使われる杖に子どもたちのメッセージが書き込まれました。杖は車椅子で生活している藤岡市の本田一助さんの手作りで、本田さんは1992年から杖を作り続け、これまでに3500本を手掛けました。地元の三栗東小学校では、事故の悲惨さや命の大切さを子どもたちに伝えようと、2001年から本田さんの杖にメッセージを書き込んでいます。子どもたちは事前に道徳の時間で日航ジャンボ機墜落事故について学び、今日を迎えました。杖を作った本田さんが見守る中、5、6年生26人が空の安全などを願いメッセージを書いていきました。メッセージが書かれた杖は上野村役場に送られ、8月12日の慰霊登山に合わせ、御巣鷹の尾根の登山口に置かれます。二度とこういう悲しい事故が起きないようにという気持ちで書きました。やっぱいつどこで何が起こるかわからないので、もう普通に暮らせる毎日を大切にしてほしい。で、結局はそういう事故がさ、起きないようにっていうのが目的なんで、一番初めはね、そういう子どもたちと一緒にね、作るってこともね、いいことだよね。